私は今、北の大地、ここ北海道は、中標津町というところにお邪魔しております。この豊かな大自然のどこかに地上最強の変人類の方が住んでいらっしゃるということで、北海道の東にある中標津町、冬の平均気温はマイナス10度。北の大地は今静かに春の訪れを待っている。この町のどこかにいるという史上最強の変人類、越前屋所長、その手がかりを探す。あ、すいません、ちょっとお伺いしたいんですけども、この辺りで変人類の方がいらっしゃると聞いたんですけど、ご家族でですかね、お父さんお母さん、そして娘さんかな、ちょっとなんかこう待っていただくとかですね、ちょっとこう座って話しませんか、座るとか。すいません、逃げないで、変人類いませんか。大阪市の3倍以上の面積がある中標津町、この季節ここで人間と巡り合うのは至難の業だ。人影が見えないんですね。人類を進化させるかもしれない変人類、彼らが照らす明るい未来を予測する、それが多分あの人ですね。あ、こんにちは。越前屋所長、町外れの牧場で変人類を知るという男性に会うことができた。お付き合いはどれぐらい？もう40年近い、40年前にカットが好きで東京から来た。東京から来たんですか？全国から結構来てます。変人さんも結構なお年でございますよ。おいくつぐらいですか？86だった。86の大変人、大変人、誰ですボス。全国から人を引き寄せた86歳のボス変人類、どれほどの人物なのか。ボスとの対面に男性が用意したのは馬。越前屋所長、馬にはその昔乗ったことがあるそうで、難なく乗りこなして目的の場所へと案内される。そして、あ、こんにちは。来るな。あ、こんにちは。大丈夫ですか？はじめまして。何なんですか？あ、ムツゴロウさんですよね？ムツゴロウです。そう、今日の変人類はムツゴロウこと畑正憲、86歳。かつてこの地に動物王国を作り、お茶の間を賑わせた変人類呼ぶ変人類だ。畑が所有する牧場はその広さおよそ30万坪、甲子園球場25個分もの広さだ。畑は今牧場の一角に建てたログハウスで家族たちと穏やかな日々を過ごしている。ここはムツゴロウさんの書斎ですね。あ、ここで仕事をしてます。私は、わ、すごい、いいですか？どうぞどうぞ。うわすごい、こっちもですか？本だらけ、書庫です。書庫、わ、懐かしい、ムツゴロウの愉快な仲間たちの あの本が上に、はい、高さ5メートルの本棚には生き物関係にとどまらず、さまざまなジャンルの本が収められている。これ海外に行かれた、その行った先の洋書ですよね、これ。はい、そうです。これ先生、息子さん英語で読まれたりとかするんですか？もう英語はね、日本語よりも早いですね。早いんですか？はい、バーッと、はい、もう知らない単語ないですし、僕は満州で育ちましたもんですから、満州で、はい、中国語を習ったのがそもそもの始まりで。1935年、福岡で生まれた畑は
父親の仕事の都合で幼少期を満州で過ごす。その後、東京大学に進学して生物を専門に学んだ。ハタのニックネームといえばムツゴロウ。その由来は、卒業後に入社した学研で生物の記録映画作りをしていた頃に遡る。というのはね、僕は仕事にかかると不眠不休なんですよ。寝なかったんですか？はい、3ヶ月寝なかったですよ。そんなことはないでしょ。そんなムツゴロウさん、そんなこといきなり。その当時は僕微速度撮影っていうのをやったんです。微速度撮影ってタイムラプス、はい、例えば花が開花する瞬間とか。そう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 、ああいうやつですね。はい、最初はね、カエルの発生っていうのをやりまして、カエルの卵が割れてくるでしょ、ちゃんとしたおたまじゃくしになるのでやんなきゃいけない。それでシャッてやって、目で見て分かりにくい微妙な変化を記録すべく、延々とカメラのシャッターを切る。それでね、そうすると寝てないから眠いでしょ。眠いですよ。だからこう毛布をかけるんですよ、こうやってね、はいはい、それでこうやってこうやって見て、なるほど。もう脳が半分、ね、眠りながら、そうです、脳は半分眠りながら、でも手だけは1分ごとにこう動いてる。そうそう、はい、あいつはね、はい、砂浜にいるムツゴロウを見て、その時に。そんな不眠不休の日々から一念発起。1971年、ハタは北海道へ熊や馬を連れて移住する。朝日放送テレビのライブラリーに、その頃のハタと家族の様子を収めた映像が残されていた。今年もなんかたくさん動物の子供が生まれるみたいなんで、結構忙しい年になりそうです。きっと今年は100を越すんじゃないかと思って、まあ戦々恐々とする反面、大いに楽しみにしております。1980年にはテレビ番組ムツゴロウと愉快な仲間たちがスタート。動物に無邪気に触れ合うその姿が知られ、一躍お茶の間の人気者となった。ハタの代名詞といえば動物への大胆な接し方。それはまさに捨て身の覚悟だった。スリランカに行った時に象を集めたんですね。まあこれがね、可愛くてね、いたーと思ったんですよ、はい、もうダメですね。体はね、象になってんです。体が象になるんですか？先生どうですか？体が象になる、こうもうどうなってるんですか？もうそれ心の中じゃこうなってますよね。鼻がね、口をこう開けますね。口開けて、はい、あ、先生象になってる、象になってる、先生象になってますね、はい、あ、だってこうや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 って、あ、食べて、そうそう、もういつの間にかね、いつの間にか口の中に入ってんです。誰の？ゾウの。ゾウと仲良くなりたい。ハタはゾウに自らを捧げるべく、口元へ自分の頭を差し出した。そうね、下があるでしょ、ね、下がありますね。下がね、くろーっと伸びてくるんですよ。ここへ来るんですね。ここへ来るんですよ、ね、はい、ね、はい、だから伸びてきたものがこれどうしようかと思った。だからなんで、なんでゾウの下をね、ムツゴロウさん、なんでゾウの下伸びてきたのって言ってワオって思わずしてしまうんですね。そうそう、口がね、下でいっぱいになるんですよ。いや、そうそうでしょ、そりゃそうでしょ。ハタが繰り出した突拍子もない行動、しかしそこには動物を知り尽くすハタならではの緻密な計算が隠されていた。それで向こうもね、いい加減時間経つともう諦める。諦めるっていうのは、うん、でこうクッとね吐き出すんですね。それで付き合いが始まるんですよ。そうするとね、こう足を触るでしょ。そうするとね、この裏に動脈があって、パッパッパッ
脈打ってるのが分かる。分かるんですよ。最初はなんか分からないんですよ。分からないです。でももうザラザラして硬い。なんだこれっていうね感じですよ。ところがそれがね、ある瞬間からね分かるようになるんですよ。さあ、お、お前柔らかいね。今日は逆に柔らかいじゃないか。ゾーンをリラックスしてくれるんです。自由奔放、ありのままの姿で動物と戯れる。テレビ番組でその姿が放映されると、共感する多くの若者たちが全国から畑の元へと集まってきた。実は越前屋所長を案内してくれたあの男性もその一人。後に畑の一人娘と結婚した。そんな彼らへの畑の接し方は、これまたムツゴロウ流とでも言うべきものだった。何にも聞かない、何にも知らない、もう住み着いてね、1週間ぐらいしたら、おお、いたのかっていうぐらいになってなった時に、普通ならね、お前何が好きかとかね、何がしたいんだとか、うん、とか聞くでしょ。あ、聞きます、ね、僕はもう全く聞かないです。それはなぜ聞かないんですか。好きにすればいいから。動物どうしろとかこうしろとか全く言わない。その世話をしなさいとか言ってないんですか。言わない。勝手にみんな困るんじゃないですか。来た人もなんかそういうなんか言うてもらえると思って。いや、自発的にね、こう根付いて芽を出して花を咲かしないと、そういうものは企画してやったんじゃダメだと思うんですね。やりなさいと言ってムツゴロウさんが言ったらみんなやるだろうから。でもそれでは意味がない。意味がない。でもそれをためには待たないといけなくないですか。待つんですよ。だから20年でも30年でも待つんです。時は経ち、彼らのほとんどはこの地を去った。自宅には犬一頭と猫一匹、そして妻純子さん、60年以上にわたり共に人生を歩んできた。無人島にね、はい、家がありまして、はい、それを2つに分けて、はい、真ん中に囲いを作って、はい、こっちに僕と駒を住んで、はい、こっちに女房を住んで、はい、それ全然平気なんですか、そういう暮らしは。怖いと思ったことはないんですけど、ね、怖いと思ったことないんですか、ね、え、背中をこう持ってくるんですよ。行く行くって言ったらね、お水なんか私がほとんどあげてましたし、たまにね、お水じゃないんだってバーってやられることありましたけどね。畑は去年心臓の病気で長期間入院した。86歳の体は年相応に衰えを見せるが、情熱の炎は消えていない。今後なんかやりたいことというか。私はね、ムツゴロウ全集を作りたい。私のありったけの能力を使って、私の知っている生き物と人間の関係、生き物とは何かというのを書きたいんです。例えばアメーバって言いますけども、それをよく見てみるとね、中は複雑でね、これがね、細胞でありながら意志を持ってね、生きていく意志を持って自然の中に組み込まれているんですよね、うん、それの一つ一つをね、やってたらね、もう、いや、それは大変なことですよね。でも時間はないですね、もういや、そんなことはない。まあまあ、でも、いや、あるんでしょうけど、いやいや、それはね、もうね、アメーバだけ描き始めたら、1年はかかる。アメーバで1年かかるんやったら、それはちょっと大変ですね。ねえ、自分の感じたもの、知ったものを
一つ一つ書き残して、それで全集にして知りたいんですよ。わかりました。ムツゴロウ全集ですね。はい、それをね、全300巻とかね、全ちょっと全300巻すっごいな、全300巻。そこに動物がいる限り、ムツゴロウ畑正憲は歩き続ける。